髪の毛の量が多い方は絶対この方法は知っておくべきです。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は前回僕クルリンパを動画を出させていただいて、その中で髪の毛の量が多くてクルリンパがちょっとできないだったりとか、クルリンパしてもなんかこういう風に横になってしまって収まりが綺麗にならないっていうねご意見をいただいてたので、そういった方々へのね今日は対処方法についてご紹介していきます。もちろんこの方法って髪の毛の量が多い方だけではなくて、このね前回紹介したクルーリンパがうまくいかない方も必見な方法になるかなと思いますので、やり方はめちゃくちゃシンプルなので、ぜひねこのテクニックも覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。まずきつく結んでやっていく方法です。結構しっかりと結んできつい状態です。結構こういう風に突っ張ってる状態ですね。でこの状態でもう本当にこの真横の一線ぐらい、このぐらいだけ取って、こういう風にくるりんぱするときつく結んでる分やっぱ横に結構なりがちなので、こういった方の対処方法をやっていきます。では綺麗に収まる方法をやっていきます。同じように結びます。で今までは結構きつめに結んだので若干緩め、気持ちなんかこう動くかなぐらいの感じで OK です。全く同様にこの横の部分ですね、このぐらい取って、ここにくるりんとしていきます。こんな感じでしっかりと結ぶとグッと横にずれちゃうので、ちょっと緩めだと真ん中に降りてくれます。でこの状態で毛先の部分をギュッとすると位置は真ん中に来てます。でしっかりとね固定されているような状態になるの であとはこのサイドの部分ですね、ちょっとくるりんぱした部分をちょっとだけねこう広げてゴムを隠してあげる。そうするだけでね形がよくおしゃれなポニーテールになります。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。もうただ単純にゴムを少しだけ緩く結ぶだけ、もうたったそれだけです。髪の毛の量が多い方だったりとかはね、本当にまあ横にずれるっていうことをねやっぱり結構おっしゃってたので、結構ねそれでお悩みの方若干だけもう緩く結んでやってみてください。綺麗に収まりますので、他のヘアアレンジもね結構そういった感じで同様なので、よかったら参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。